全部探したの。なのに、またいないの。探したよ。みんな、見たよ。でも、でも。知らないよ。多分なってないと思うけど。またいなくなっちゃうんだろう。絵見せてあげなかったからかな。だってそれしか思い浮かばないんだもん。もう来てくれないのかな。昨日ね、また少しだけ思ったの。はるかがいて、ゆいとがいて、また3人の生活になったらいいなって。そしたらまたはるかが来て、でもまた学校が壊れちゃって、きっと私のせいなんだ。関係あるもん。私が変なこと思っちゃったから。うち、そうだ、うちだよ。どうして気づかなかったんだろう。私たち、この学校を出たことあったっけ。なんで気づかなかったんだろう。学校を出ればよかったんだよ。ゆいと一緒に帰ろう。きっとはるかはうちだよ。こんな壊れた学校でするの？私嫌だよ。帰ろうゆいと。すーちゃんも一緒だよ。早く逃げよう。
ユイト、ここから逃げよう。そんなのやってみなきゃわからないじゃん。じゃあずっとここにいろっていうの？私嫌だよ。アルカのところに帰る。ユイト、早く。ユイト、ここから逃げよう。そんなのやってみなきゃわからないじゃん。じゃあずっとここにいろっていうの？私嫌だよ。アルカのところに帰る。でも、やだよ、そんなの。絶対アルカのところに行くんだもん。お家に帰るんだもん。つながらないよ。かけてるよ。知らないよ。ちゃんと電話料金も払ってるのに。普通に学校行きたい。夏休みなんかもういらない。いらないよ。合宿もいらないよ。お家に帰りたいよ。はるか。ごめんね、泣いてばかりで。ごめんね。いつになったら出られるのかな。明日また何か壊れてるよね。目が覚めたらユイトがいなくなってたら嫌だな。はるか、どうしていなくなっちゃったと思う？はるかって学校に来ない間は何してるんだろう。私たちは学校にいるじゃない。でもはるかは受験勉強かな。遊びにおいでって言わなきゃよかった。そしたらはるかもループに巻き込まれなかったのに。泣いてない。え？
また次のループになってもどっちかがいないってのはなしだよね。で、絶対離さないでね。寝た？眠いんでしょう。寝る？シクシク。私、目、ランランだよ。違うもん。いいよ、寝て。子守歌歌ってあげる。眠くなった？シクシク。何も出ないよ。ゆいと、もう寝ちゃったんだ。ゆいとのバカ。次のループどうなっちゃうのかな。あと少ししかユイトといられないのかな。ずっとずっとこの先ユイトと一緒にいられたらいいのに。お世話になります。隣に越してきた源です。これはご丁寧に。こちらこそよろしくお願いします。そちらは娘さんですか？ええ、よしみとはるかです。おいくつですか？上の子が今年小学生になります。まあ、じゃあうちのゆいとと同じですね。そうなんですか？よかったわね、よしみ。お友達ができそうで。ゆいと、ご挨拶なさい。こんにちは。こんにちは。これ、よしみ。ちゃんと挨拶しないとダメでしょ。お姉ちゃんのドジ。シクシク。うん、きっと主だよ。何？ああ、ほんとだ。ちっちゃいね。タガメ、もっと大きいもんね。幅も広いもんね。ゆいと、なんか細長いのがいるよ。頭がね、三角形なの。ほら、あっちから流れてくる。へへへ。
この制服似合うでしょう。ブス、デブ、ブスブス、デブデブ。うんだ、私だって同じの着てやるんだもん。似合うの？お姉ちゃんよりずっと可愛いもん。むきー。うーんだ。ねえねえゆいと、可愛いって言って。ぐず。なんでもない。夢でよかった。ユイトが死んだ夢。